訓練を思い出せ。どの訓練を？このクルーはジェダイが指揮している。お前は万全の状態でいろ。 ISB がソーゲレラの組織に潜入を試みるのはこれが初めてじゃない。クローン戦争では俺はお前の一番の部下だった。忘れたか？疑われているのか？まさか。そう簡単に疑われたら粛清を生き延びることなんてできなかった。他のメンバーも死んで、今あいつが必要としてるのは友人だ。いつも優れた変装技術を見せるな。よく連絡してくれた。完全に関係を断つ気なのかと思ったぞ。現在位置はどこだ？アウターリムの工房だ。だが部下はまだ近づけるな。いいな、シアに会いに行く。見事だ。それで、あの女はどこにいる？教えるかよ。お前に裏切られないように万一の保険というやつだ。肩の髪の毛一本でも傷つけてみろ。シア・ジュンダには永遠に会えないぞ。に向かう。ベリー、何？踊るのって好き？私があなたくらいの年だった時、私は姉妹と夜通し踊っていたのよ。教えてくれる？もちろんよ、カタ。装備品だ。ジグならこのへこみを直してくれるかもよ。遠慮しとく。手に入れた時の記念だ。どう手に入れた？賞金稼ぎから奪った。俺の娘にブラスターを突きつけやがった。こんないい気分を久しぶりだ。彼を探そう。無事だといいが。なんてことをしたんだこのバカ野郎。引っかかったな。集中しろ。これは肩のため。あの子が何より大事だ。こんな古いセーバーでもバランスはいい。ずっとこれで訓練してたかのようだ。これはもらっておくか。ジェダで何があるかわからん。このセーバーにももう一度戦いを見せてやる。ベルトを締めろ、カル。着陸だ。
俺はなんてバカなんだ。あいつを変える方法が分かった。簡単だ。あいつは恋をしてる。やるつもりなら早くしろ。ためらうな。これは秘匿回線だぞ。どうやって？いいか、俺はジェダでテロ組織を特定した帝国軍エージェントだ。スキャナーは信じるな。1ビーコンの座標を追え。現地には複数のジェダイがいる。直ちに尋問官に伝えろ。ベイダー卿がシア・ジュンダをご所望なら急いだ方がいい。手に入れたか知ってる？いや、言わなかった。俺も聞かなかった。座れ坊主、もうすぐ着く。ここにいたくない。無理もないよ。すぐに出発する。いいな。分かった。気をつけてね。なあカル、これ以上悪い行き先なんてないと思った矢先に ISB 基地だと。マジか。グリーズ、俺もここが楽しいとは思ってない。分かってる。ちょっと意地悪しただけさ。それに尋問官の要塞を見てないだろう。まさに帝国軍基地だな。いや結構だ。ボードと対峙したとき、彼は何と言っていたの？選択の余地はなかったと。彼は肩を守るためなら何でもする。親にしかわからないことだと言っていた。それは言い訳にならない。生物が子供のために死ぬまで戦うのを見たことがある。でも私たちは獣じゃない。違うぞ。シア・ジュンダの隠れ家を教えたはずだ。取引は変更だ。何より気が散っては困る。万一のための保険だ。理解できると思うが。この野郎、短気なやつだ。シア・ジュンダを俺に引き落としたら、お前の妻を殺した尋問官を教えてやる。嘘だったらこの手でお前を殺す。共和国に仕えていたのは遥かな昔だ。お前は死んだと思っていた。まあお前の訓練のおかげだな。十分すぎるほどにな。衛兵を呼ぶ前に要件を聞こう。うん、俺には何もない。でも今は娘がいる。もし娘が無事でいられるなら何でもやってみせる。ケーブルが緩んだるぞ。ちょっと電源を落としてくれ。直してやる。紳士なんですね。お願いします。さて頭の中を見せてもらうぞ。ドロイド、サンタリが使えるものを残したはずだ。ここが家になるの？そう願うよ。そう感じるために必要なものがいくつかある。もっと人が増える？いずれはね。この場所には帝国軍は来ない。その人たちを守るんだ。分かった。少し一人になりたいな。旅でいろんな場所を見たけど、こんなのは初めて。ああ、信じられないな。ここには暗黒が。あなたも感じるでしょ？確かにそこら中にあるな。でも光もある。あのな、ここは本当にすごいんだ。
構成現象を抜ける確率100万分の1の価値は？それは絶対にない。実際もう二度とやらないからね。私にゴーストスターの光、一緒に歌ってくれる。見せて俺に流行らの光、一緒に歌ってくれよ。ゴーストスターは遠いの、遠いの、夜も歌うよ、見てくれる友達いるのに。ゴーストスターは恥ずかしい、空が青い時に見てくれる。ゴーストスターどこ行ったの、どうしたの、見せて私にゴーストスターの光、一緒に歌ってくれる。プレイステーション。